こんにちは。この番組は企業、子育て、ビジネスについて CEO キッズアカデミーファウンダー井桁千恵子とマスター講師の藤原さと子がママを応援するための子育て番組です。はい、アロハ、井桁千恵子です。こんにちは。はい、今日はですね、ちょっとね、子育てっていうよりお母さんのお話にしようかなと思うんですけども、結構ね、私の周りにも起業し、なんかしたいなとか、起業準備してるお母さんとか結構いるんですけども、その中でやっぱりなんていうのかな、まあ、学び出しっていうか、その起業をしようと思って学び出すと、数字を見るとお金が減ってくるっていうのにもう焦っちゃって、なんか何したらいいんですかみたいな何も動いてないのに気だけ焦るみたいな人がすごく相談に来るんですよ。わかる。お金作るっていう、なんかメルマガとかでも書いてましたけど、どういうことですかとか。なるほど。あれ、日本人の特徴なんだけど、準備期間がめっちゃ長いんだよね。そうですよね。じゃあ、ちゃんと勉強してきっちりできるようになって、そっからスタートみたいな感じで、謙虚な感じ。私なんかまだこの始めたばっかりだしとか、そういうのよく言うよね。すごい言うよね。あれがもう本当に不思議でたまんないんだけど、もう学びの時って、まあまとまったお金がドンって引き出されるみたいな感じだから、もうどうしようみたいな風に、ある程度なる人も多いと思うんだけど、やっぱさ、それってまあ先行投資 で、投資したわけだから、それを回収するっていうプランを考えるっていうのが、まあすごい重要じゃないですか。それでこう回収するためには、まあ行動するっていうか、しかもう回収の方法はまあないよね。そうだから、もう片っ端からその学んだことを、吐き出していくしかない。そうですよね。もうみんななんかもう口の中入れてもごもごずっとしてる。確かに。1年経ちましたとか、なんか2年経ちましたとか。いう人多いじゃん。すごい多いです。これとかね、もったいないよね。いや、もったいないですよね。すごく思います。私はね、学ばないって決めてたのよ。学ばないっていうか、そのなんか、どっかの何々塾に入って学びましたとか、なんかを取って学びましたとか、どこ、なんか大学に戻りましたとか、ああいうのとかはもうほとんど してないよね、私って。だけど、その生きている間に、なんかいろんなことチャレンジしてたら、なんかその、分かんなかったこととかでも分かるようになったり、それができるかできなかったかとかっていう、結局こうやってみてこう学ぶし、そうですね、その繰り返しですよね。そのスタイルでやってるから、なんかこうひとまず全部を勉強して、そっからやりますみたいなこととかやったことないんだよね。なるほど。そう、だからとりあえず始めたら、なんかこうアウトプットだからね、その皆さんは学んだことを大事に温めてるとかじゃなくて、すぐもうなんか、もう学んだ瞬間から集客とか始めりゃいいじゃんっていう。そしたらもう元とか取れるわけだし、そこがなんか例えばダメだ、うまくいかなかったら、その時のなんかその習ってる先生とかさ、みんな聞けるじゃん。なんかこういうふうに、下見たんけど集客できませんでしたとかさ。そういうふうにして、なんかもう習ったらすぐ出すみたいな、もうシュッと出す、すぐ出すみたいなのできたら、すぐ元取れるよね。いや、そうですね。私もどっちかっていうとすぐ、もう1年って決めてるんですよね。学んだらでしょ。学んだら、だから本当いつか以内にやらなかったらやらないって私は決めてるから確かにそうだから、なんか学んでも5日以内にも自分がスタートしなかったらもうやらないって、それはもう捨てたっていうことにしてるから、
そう、だからそのくらいなんかみんな自分に時間の猶予を与えすぎだと思うんだよね。ああ、それはありますね。いや、本当に。やっぱさ、特にさ、お母さんでその起業するとかだと、まあ、その自分が使っちゃったお金が、まあ、子供の教育費とかから出てるから、5000いや、万じそゃん。うですね。本当いや、そう。本当だったらもうなんかもう、馬券じゃないけど、なんかもう倍にして返して子供に与えたいみたいな感じでね、業務でやってるからさ、そうなるとやっぱりね、ちゃんとこう、確実に、なんていうか、こう、ね、回収していくっていうか、お金を作っていくためには、もう自分が動く以外のほか、なんか方法はないよね。なんかもう、当たるまで頑張るっていうかさ、なんそうか、ですね。それでそのほら、この方法がダメなんじゃないかとか、なんかこのやり方の手法がダメなんじゃないかとかさ、なんか人のせいに従うんだけど、ああ、わかそれりまはす。お前のせいだからっていう、本当そうなんですよ。できてる人いるからみたいなね。そう、でもこれでももうすごいできてる人全然いるし、できないのは自分の能力とか、そまあ、う。能力っていうよりも結局行動のベースが少ないっていうだけなんいや、だよ。そうですよね。本当そうそだと思います。う。そう、だからこれでうまくいってる人が一人でもそのやり方でいるんであれば、それはもううまくいくわけだから、ただもう回数、当ててる回数が少ないっていうだけなんで、まあ、とにかく、もうやるしかないんだよね。いや、本当ですよね。だから、温めてる場合じゃない。卵を温めてる場合じゃないとか。本当に本当に。させてる場合じゃないみたいな感じ。もう卵で産んだらもう片っ端から割って卵焼きにして食べさせていくみたいな。そんな感じじゃない？なんか子供いにや、も本当ですう、はよい、ね。もう入ってきたら入ってきた、入ってって塾に本当そう行くです。とかなんかね、なんか友達らせるみたいな風にして、もうなんか子育て中なんてさ、稼いだって稼いだって、もう目の前をお金がスーってスローでしていく。それだけだったから、私なんかももう、あれ、私なんかしばらくここにいたこと、見たことないですけど、みたいないや、本当そう感なじんでですよもう、ね。ユンっていうか、すっごいお金が前を素通りしていってたからね。だからそういう感じでもう自転車操業じゃない？もう子供がいるうちはさ、やっぱ教育費もかけてね、あげられるんだったらかけてあげたいしっていうさ。そう。で、やっぱさ、お母さん頑張ってる姿とかはさ、やってみてで失敗して、もう頑張ってる姿ってやっぱすごい美しいからさ。いや、そうですよね。そう、だからもう格好悪いとか恥ずかしいとか、失敗したらどうしようとか、いや、失敗してもみんなあなたのこと愛してるからって感じなのよ。それでも愛してなかったらもう離婚しちゃえばいいしみたいな感じじゃん、なんかもう。いや、本当そうですよね。そう。だから、そう思うと、まあ、失敗を恐れずに頑張る姿を見せないと子供も頑張らないしさ、はっきいり言っや、て。そうなんですよ。結局見てますからね。そう。だってお母さん言ってもやってないじゃん。お母さんだって勉強したのに全然使ってないじゃんとかさ。反抗期の時に言われるぜ。いや、本やっ当てないそう、じゃん。本当そそうですよ。う。ねえ、だから、やるしかないんじゃないっていう。そうですね。使皆っさん、本て、当ね。使うしかないよね、知能。学んだ先生にも悪いしさ、なんか、いや、使そうわなんないですと。よ失ね。礼、失礼、本当失礼。無礼だなと思うもん、なんか、学んでやらない人って。なんか、失礼な人だなって思っちゃう、私は。そう。だからね、ぜひ、使ってほしくて、いいよって思う方法を誰か勧めてくれたりとかしてるわけだからさ、なんか素直にやってみるっていうさ、素直さじゃない？なんか成功の秘訣って素直さ。もう本当それはね、どこでも言われますよね。そう。だから子供もそうじゃん。やっぱいや、素直そうなんなで子っす、てそうさ。なんです。それが一番やっぱなんですよね、ね。やっぱり結局そこだからさ、人間の本質ってさ、やっぱ大人になっても、おばさんになって、おっさんになっても、多分素直になんかやってみるとか、素直に失敗しちゃったんだって言ってみるみたいなさ、まあそういう感じですよね。そうですね。あとなんか私がいつも思うのは、なんかその学ぶ時に一番になると、一番っていうか、まあ早く動いて早く結果出したら覚えてもらえるじゃないですか、ボスに。まあね。それそはこそ
ねえ、なんか私はそこを結構なんか重要視してて、なんかもういつまでもやらなくて、なんかボスが気づかない間に結果出してもなんか、あ、おお、そんな人いたのみたいになるから。名前も覚えてもらえないもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。でも多くなっちゃうと名前覚えてもらえないから、私もいつも学んだら名前を覚えてもらうっていうのは決めてるんです。ああ、なるほどね。そうだね。でもやっぱ本当になんかその印象に残すとかっていうのって、やっぱすごいさ、なんかもうどこでも大事じゃん。なんか、どこかに会社に勤めてたりしても、なんかね、何してもやっぱこう相手にこう印象を残すってさ、すごい重要なこうなんかことだし、ブランディングじゃないけどさ、このそうです人のね。印象とかさ、そういうのってやっぱり重要だからね。確かにそれも大事だね。なんか目にかけてもらえるしね、いなんや、かそね。うなんですよ。なんかもう、何、プログラム以上のことを教えてもらえるじゃないですか。確かに。そう。そだれからはそある。こはなんか皆さんも、なんかやっおお。てみてほしいなっていうのはあいりや、ます。本当なんか元以上のなんか3倍くらいのなんかいや、そうね、なんです。そうなんですよ。価値私がもついちゃうよね。そう、もう私、ハワイに足向けて寝れませんっていう、本当。そうですか。本 そ当うに。か。いや、でも感本当じね、で。それは重要だよね、あるかもね。確かに。そうだね。だからなんかこう、ビクビクしてる場合じゃないのよっていやるとね、もうう。そう、学ぶって決めたら、もうそもうこか子ら供ね。見てるしって感じでさ、もうお母さんがなんかおどおどビクビクしてるぜみたいなのは、いやー、もう本当バだレちゃわ。うからね。ね。そう。だね。から失敗してもいきなんかましょ立ちう、き向っかっと。ているっていう、そう、僕っていうことだけだから。なんか結局私もなんか早く動く以外に私ってなんか別に特技ってないんですよっていう。とにかく早く動くっていう、誰よりも早く瞬発力で、確かフライングくらいの感じで、ちょっとまだみんな気づいてないんで、もうフライング先に、本当に早すぎる。一滴先に行ってきますみたいなさ、そういう感じだから、でもそこ以外、特に特徴なくて。だから、誰がもチャレンジしてないことに、一番最初にチャレンジしたっていう、そこだけなんですよね、なんか。だから、大事ですよね、でもね、ね、本当そうそれ。いうね、まあもちろんね、みんな得て増えてがあると思うから、誰かが作ったものをより良くするのが得意な人もいるだろうし、もう誰もやってないことしかやりたくないみたいな、私みたいな人もいるし、なんかい確ろんかなに。ね、性格があるとは思うけど、でも、とりあえずなんか、決めたら、起業するってこう決めたら、やっぱ、結果出すまで頑張らないと、だってほら、受験のために頑張る、合格に向けて頑張るとかさ、子供だってやってんだから、言えないよね、頑張れと。そう言いにですくいじね。ゃん、それで言ってた本ら、性格悪すぎると、もうなんか。お前どの口で言ってんだみたいな感じになっちゃう。それはね、した方がいいかなと思うし、頑張って。もう本当そうにですお母ね。さん、応援してます。頑張れるか。頑張れるよね、子供がいたらさ、なんかほら、頑張ろうっていう感じになれるから、頑張れると思うんで、皆やってさんみてくね、ださやりましょい。う。以上です。今日もお聞きいただきありがとうございました。ありがまたとう。バイバねー。ーイ。